アーミテージなんつったかっていうと、あの湾岸戦争の時にブーツオンザグラウンド、ショーザフラッグっつったわけですよ。ですよね。ブーツオンザグラウンドっていうのは、そのお前らは金だけ出して血流さないとか言ったわけです。僕その時自民党青年局長だった。先輩たちが尻尾巻くわけですよ。アーミテージ様がおっしゃってるから海外に派遣 しなきゃいけない。で、僕は自民党本部でおじさんたち敗戦国の占領の奴隷の染みついた人たちですねと。青年海外協力隊は世界の非軍事分野の最大の貢献してるんですよ。何人亡くなってると思うんですかと、何人血流したと思ってるんですかと、あの太ったやつになんで反論しないんだって、尻尾巻いて帰ってくんなっつったんですよ。もうでもそのまんま100億出したけど俺が言われないとか、そんなことばっかり言ってです。あれでもう自民党ダメだと思ったんですよ。